皆さんおはようございます。夏です。今僕は今度12月にオープンする予定の夏ラボフィットネスというプライベートレンタルジムに来ております。まあ来ておりますというか、この連休、今チームちょっと連休中なんですけど、この連休を使って一気に準備、搬入と組み立てとやろうとしたんですけど、やっぱ初めてのことはもうトラブル続きで全然終わらなくて、今朝の5時です。まあ、なんと今日ずっと一人で作業なんで、で、本当はこの連休中リハビリもやろうと思ったんですけど、もう搬入でも全身筋肉痛で、大変です。で、すいません、プレゼント企画の当選者発表、まあ、LINE アットのプレゼント企画の当選者発表を昨日やるつもりだったんですけど、全然できませんでした。なのでちょっと一日遅れたんですけど、今日、やりたいと思います。ここで。事前に皆さんには番号を送ってもらってるので、今からやりましょう。このビンゴのアプリがあるので、当選者今回は3名の方にプレゼント用意しておりますので、では早速1人目いきたいと思います。1人目は72番。うわ、夏、たくさんいた気がする。72番を選んだ方、僕にメッセージ送ってください。すごいな、72、なんか結構いた気がするんですよね。では、2人目いきます。はい、73、また続きですね。73の方、もしいたらメッセージください。お願いします。ではラスト、3人目、いきます。ラストの1人、はい、10番、はい、10番を見た気がする。10番選んでくれた方、ご連絡ください。で、一応まあ、3名様なんですけど、なんかもしかしたら72番選んでる人結構いた気がするんですよね。5人ぐらいまでだったら多分全員にプレゼントはお渡しできるんですけど、もし多かったらちょっと今回当選した人だけでまたちょっと何かお手数ですけどやりたいと思うんで、その時はお付き合いよろしくお願いします。で、あとまあ、もうすぐ12月入るんで、今年も、LINE アットのフォロワー様に年賀状送りたいと思いますんで、まあ、毎年ね、僕普通のハガキを年賀状代わりに送ってたんですけど、まあ去年はそれでちょっとやらかして、26日に郵便局で年賀状として送ってくださいってやって、27日に届くっていう恥ずかしいことしちゃったんですけど、今回はちゃんと年賀はがきで送らせていただきます。で、さすがに全員にはちょっと送れないと思うんで、極力多くの人に送りたいと思うんで、まあ、またその連絡すると思うんですけど、まあ、その時またぜひ住所送っていただけると年賀状送らせていただきます。で、あと今僕これまあ当然ご存知と思うんですけど、今 YouTube で配信してるんですけど、来年の3月までに1000人目指してるんで、チャンネル登録よろしくお願いします。では当選者の方、連絡お待ちしております。ありがとうございました。じゃあ、また準備に取り掛かります。